大間より大沢文也選手のインタビューを始めます。お願,ますまお願いします。まずはじめに本日の試合を振り返っていかがでしたかいや。変わらないクソ試合しちゃったんですけど、ちょっと本今回は本当に倒そう倒そうと本当に倒す気持ちで生まれて初めて倒す気持ちで戦って、ただ倒そう倒そうしすぎちゃって、ちょっとずっと力み力み過ぎたと一発一発狙いすぎちゃいました。すみません。対戦相手の印象はいかがでしたか。 あやりづらかったですね。まあ、サウスポー、僕めちゃめちゃ苦手なんですけどそれもあるんですけどでもなんかやりづらかったですね、はい、1回球手なのにパワーもあったしだめですね、自分が全然だめでした,いい選手でしたプレスの方からご質問はございますか どした、今日はどうしても絶対倒したくて今日は、はい、倒そうとしましたでも倒そうとしすぎていつもみたいな試合じゃなかったですよねもうガンガンこうグぐって、力が入りすぎちゃって、はい、倒そうとしすぎたゆえにだめな試合しちゃったかな T シャツを着ているように鈴木選手のこともあったとは思うんですけど。はいはい はいあ,、はい、あのやっぱり今日は特別な思いがあったっていう感じですねそうですね今日は本当に特別な思いがあってはいもうカナムが天国もう天国に行っちゃったんですけどカナムと一緒に戦っているつもりでしたはい逆にそういう部分では最終調整減量だったりとかっていうのは気持ちメンタル面ではどうでしたかいやまあ、うん、正直なこと言いますけど正直あのえっと日曜日の昼間に まああの知人の青津順平君から電話て来て要のことを聞かされてでも試合3日前だったんでえっ,っていう,もう本当何とも言えない気持ちというか言葉が出ないと本当にこのことだなと思ってそのまんま竜花のセコンドだったんでダメだやばい、切り替えなきゃと思ってでも会場でもずっとなセコンドのアップの時でも僕ずっと涙止まらなくて。 竜カとかにはばれないようにずっとこうやって泣いちゃってたんですけど竜カもえどうしたのみたいになっちゃってちょっとまあ席も外したりしてで一回切り替えて試合は試合だと思って切り替えたんですけどで軽量の1日前に要、まあの家に行ってお父さんと会ってきてで T シャツ、まあ、もらってちょっとな言葉じゃうまく言えないんですけど要の分もっていう言葉はちょっと合ってるのか間違ってるのかちょっと僕には分かんないんですけど一緒に戦いたいって気持ちがあったんで。はい す。他に質問はございますかそれでは最後にファンの皆さんへ一言お願いします。はいえー、といつも本当、クソ試合なんですけど見てて、まあ、今回も本当同じクソ試合だったんですけど見てる人は今回、本当僕ちょっと倒そう倒そうとしたのは多分分か,って分かる人には分かってたかなと思うんですけどとりあえずいつも本当に応援してくれてる皆さんありがとうございます。たただ一つああとととちょっと言いたいことがあるんですけど 慶応勝ちしてマイクの,あのリングの上で言いたかったんですけど、まあ、この坂間奏夢発生発勝7慶応で本当将来を期待される本当にすごい,いボクサーでユー,スユースのチャ日本チャンピオンで,で僕、小学校から知ってるんですけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、これ格闘技じゃないにせよ、まあ、他スポーツやったり、まあ、何でも何でもそうですけどプレッシャーいろんなプレッシャーを背負っている人たちたくさんいるんですよ。いろんなプレッシャーを背負ってたた負って,て でも例えば、どっか怪我してたりとかなんかいろいろあったりでも、そういうのを人に言え,言えないで抱え込んじゃう人とかすごいいると思うんですけど何かあったとき自分が本当につらいとき人に言えないときそういうときは自分で抱え込まないで身近な誰かにお父さんにでもお母さんにでも彼女ででも彼氏にでも、親しい友達にでも親友とか誰でも本当に誰でもいいんで一人で抱え込まないでほしいです。はい あとは、そうですねんといつも皆さんおやらざます、言葉ちょうま,くまとば注目、まとまらないんですけど、要、天国から見守ってくれてありがとう、俺、は勝ったぞ、押す。